11月13日女子登山部ボリューム6唐国岳に来ています。今日登られる皆様方です。黄砂のせいで皆さんマスクされてます。女子登山部初めての遠征です。1泊2日で唐国岳高千穂峰に登ります。まずは唐国岳です。いよいよ登っていきます。はい、もう1合目に到着しました。少し曇っております。昨日からの黄砂の影響でしょうか。2合目に来ました。皆さん上がってこられてます。お、いい雪虫です。当分凍らんよ。10年は3合目です、はいはいはい、ちょっと汗ばんできてますね皆さん。はい、はい、暑い、はい、はいはい、4合目に上がってくる女子登山部部員たちです。4合目です。皆さんそろそろお疲れなので少し休憩します。こんにちは。暑い。いかがですか。楽しい。よかった。嬉しいです。汗だくになっております。うちやろ。あ、書いてはる。そう、今度ペッペッとして塩。5合目です。5合目です。5合目です。上は寒いですか。寒いです。寒いですか。5度ぐらい違う。あ、そんなに。今度はだんだん着ていかなきゃね。そうそうそう、脱いで着て、今汗かいてみたいな。はい、お疲れ様です。登山者の方もたくさんいらっしゃいます。登り始めて1時間ですかね。6合目に来ました。8合目に来ました。だいぶ上がってきました。新しい部員です。新しい部員が増えたようです。しかも男子です。男子です。男子禁制なんですよ、うち。取り合いになる。こんなとこまで来ました。怖いですよ。水があったんかね、昔はね。どうぞどうぞ。いかがですか。あそこ寄っかかったら危ないよ。怖いよ。字がぼちゃっと、そうそうそう、下を覗いています。皆さん怖いです。山ガールスタイルですね。可愛いです。霧の大波池です。上まで来ました。もうすぐ頂上です。頂上です。はい、頂上です。お疲れ様です。感動の頂上です。お疲れ様です。お疲れ様です。頂上です。くみちゃんお疲れ様です。お疲れ。あ、お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様。かみちゃん女子登山部唐国岳ありがとうございました。降りてくると霧が晴れ、だいぶ暖かくなってきました。下山中です。足元に気をつけてゆっくり降りています。
5合目まで降りてきました。3時6分です。サイの河原が見えてきました。降りてきています。比較的なだらかな道になってきました。もうだいぶ下に来てますよ。はい、もう降りてきましたけどどうでしょうか。下に降りてきたら暑いです。暑いですか。暑いです。暑いですか。暑いですか。ここら辺風が全然ないもんね。そうですね、やっぱり下ですね、うん、もう下。無事に降りてきましたよ。月の中を語らう二人、下山しました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。温泉ビールです。はい、お疲れ様です。皆さん無事に、はい、よかったです。ありがとうございます。お疲れでした。